あかん。完全に油断してた。いつもありがとうございます。おそもんば、徳島のパンムギンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ドッカンバトル公式 X さんにてね、ナッパスラッシュベジータの極限性能先行公開、飛び交ってました。さっきなんか X 開いて、見てたら、リュウガさんが、なんかツイートしてた、ポストしてたんで、うわっと思って、もう日曜日はマジでやめろ。今さっきまで、ピーマンの肉詰めの、に、食べてたのに、ピーマン肉詰めを当てに日本酒飲んでた。ちょっともうほんま日曜日はマジで深く。うん、ちょっと見ていきましょうか。僕ちょっとまだ見てないんで、はい、ナッパスラッシュベジータ。悪逆比を150ですね。うん。で、パッシブなんですけど、自身の記録プラス2、アタック点数178と、78倍以上自身の記録プラス5、必ず追加攻撃、高確率必殺発動、敵の攻撃を回避するとそのターン中、さらにアタック78で敵の数1体につき、ターン開始、さらに自身のアタックとディフェンス78。1体につき、敵にとどめを刺すために、さらに、気力プラス最大プラス5で上限を目指すとベジータの交代です。アタック、ディフェンス大幅上昇がつくんですね。で、アタック低下と。で、ベジータに交代してなんですかって話なんですけど、一度だけ、HP50% 回復、自身の気力プラス4、アタックディフェンス 200% の HP50% 以上の時、さらにアタックとディフェンス 100%。登場が3ターン内全ての攻撃を敵が1体の時、さらに記録プラス3、アタックディフェンス180の長距離の敵を攻撃する、さらに、記録プラスアタックディフェンス180、記録メーター18以上で、さらに記録プラス3、全属性効果抜群の攻撃で記録メーター24で必ずかしら、もうやばいな、ぶち壊してきたやん。アタックディフェンス大幅上昇の相手に直弾、ごめんなさい。記憶で、ごめんなさい。記憶でダメじゃない。アタック大幅低下の、超幅上昇のディフェンス大幅低下。チョイスがディフェンス超幅低下ね。おお、王子に変わった、やべえな。やばーない、めちゃめちゃ強なるやん。これもさっさとじゃあ王子に変わってくださいと。まあ、そんな感じっすよね。いや、でもね、リーダーでは使えないですね。うん、サブ回し。それでこそ、まあ、サイヤ人編、200% で使うか、まあ、コンビネーション、いやー、まあ、サイヤ人編 200% で使うか、恐怖のセーフで使った方が、まあ、無難かな。まあ、そんな感じっすよね。うん、いやいや、非常に楽しみっすね。ああ、まあ、これの極限 Z バトルの、なんか攻略動画も出せたら出しますし、使ってみた動画も、まあ、出しますんで。ぜひ、まだチャンネル登録をお済みない方、ぜひチャンネル登録。で、並びに、この性能いい、悪い、あったらですね、この動画のコメント欄にて、どしどしコメントをお待ちしておりますと、同時に、高評価もよろしくお願いいたします。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。